1935年から1936年にかけて主婦の友史上に連載された山本雄三による小説。たびたび映画化、テレビドラマ化されている。1937年公開。日活配給。二部構成の作品で、前編は6月3日に、真実一路父の巻と、後編は6月10日に、真実一路母の巻と題して公開された。 キャストスタッフ1954年3月24日公開小畜配給キャストスタッフ1956年12月4日から1957年2月26日まで日本テレビの山市名作劇場枠で放送山市証券の一社提供放送時間は毎週火曜20時20時30分キャストスタッフ1961年8月5日に NHK の NHK 劇場枠で放送。全1話。放送時間は土曜20時21時。キャストスタッフ1963年8月8日から同年8月29日まで日本テレビのキャロン女の劇場枠で放送。片倉工業と片倉ハドソンのグループ単独提供。全4話。 放送時間は毎週木曜22時15分22時45分。キャストスタッフ1971年11月1日から同年12月31日まで TBS の顔愛の劇場枠で放送。キャストスタッフ1979年2月26日から同年6月8日まで中部日本放送の連続ドラマ枠で放送。全80話。キャスト、 赤い秘密と海外された上で、1985年7月27日から、同年9月28日まで、TBS 系列で放送。東映と TBS の共同制作。全10話。放送時間は毎週土曜21時21時54分。キャスト1993年9月20日から同年9月27日まで、テレビ東京の日本名作ドラマ枠で放送。 CAL とテレビ東京の共同制作。全には、松竹ホームビデオ、日本名作ドラマとして VHS 化されている。キャストスタッフ2003年9月29日から同年12月26日まで、東海テレビの昼ドラマ枠で放送。泉放送制作と東海テレビの共同制作。全63話。キャストスタッフ主題歌真実一路に関するカテゴリー。 真実一路に関するカテゴリー、ありがとうございます。